さあ本日の先生、細川先生です。よろしくお願いします。お願いいたします。今月は何を？はい、今月は基本のめんつゆを手作りをして、和風とエスニック風の、2種類の変わりそうめんにチャレンジしていただきます。変わりそうめん、はい、エスニックだと辛いですか？いや、辛くない。辛くないですか？はい、僕辛いの苦手なんで。大丈夫です。大丈夫ですか？安心してください。ではお願いします。お願いいたします。4センチですか？4センチでいきます。パクチーでも嫌いの人多いですよね。結構分かれますよね。ね、大根って実は、めっちゃ分厚く剥いてあげたいお野菜にしてました、皮。え？ここの障子って言われる部分が大根の周りにはあってですね、ここは、そう、あ、ここまで剥かないといけないんですか？剥かないといけないんですよ。これ硬くて辛みが割と強いので。はあ、知らなかったな。なんか薄く剥けばいいんだと思ってました。ね、こうかつら剥きのあのイメージが強いんですけど、斜めの薄切りでちょっと食感楽しんでいただきたいので。大葉ってどこから香り放ってると思いますか？クイズ多いですね、はい、なんか線みたいなのね。素晴らしい。正解かい。この線から出てるんですか？ここの裏面から。へー。だからこうむやみやたりに触ると大葉のいいところ全部取っちゃう。で、額だけこう切り込み出てピッと取ると、これこのどんぐりのような、わー綺麗ですね。見ますね、はい、これね。いや、これはすごいわ。入れていきます。半分ぐらい結構入れますね、はい、結構入ります。こう斜めにしていくやつ、斜めに、あ、一方方向だけでいいです。はい、火通りも良くなるし味の味もいいし、もういいことしかないですね。いいことしかない。はい、右左。よくこう居酒屋でこうやって絞るの見るんですけど、はい、これいらなくなります明日から。なんで？はい、ここのところに切り込みをスッスッと入れていただくと、キュッと絞った時にスッと落ちます。え、果肉に？果肉に。何本？2本でいきましょう。真ん中2本。こういうこと？そうです。2本入れるだけで絞りやすくなるんですね。生姜すごい皮に一番香りがついてるんで、皮、今日この生姜の一番美味しい香りを生かしていきます。豚バラの薄切りいきます。こういうことかな？はい。これは何ですか？これは、そうめんの和風の方です。和風に豚バラが入るんですか？はい。今日は豚バラの旨味をめんつゆに移して。食欲ない時期になりますからね。スッといけちゃいます。毎回夏になったら食欲がないとかって言うけど、俺は実はあるんだよね、夏。みんなに合わせて嘘ついてる。指先でつまんで、ちょっと、ね、はい、これしない人多いんだよ。これでもこの間やりました。ここで黙ったから。やった、ありがとうございます。センチ、みりんとお酒だけを入れたら、お酒はい、今ってすごいアルコール分が強いんですけど、これ飛ばしてコクに変えます。はい、あー、アルコールがぶっ飛んでる。 今甘くなってますか？うん、はい、ここまでしてやっと美味しいつゆになりますから。お醤油とお水です。はい、で沸かします。一回止めて、この、あ、いいですね。あ、もう今です。今、はい、火止めるんですよね。はい、その通りです。踊りすぎると渋み出ちゃうんです。はい、入ってます。じゃあさっき作った基本のめんつゆ入れます。こんな感じ。はい、で、生姜も入れておきましょう。これが鶏の嫌な臭みを消しながら、こうさっぱりしたこの、ね、香りになります。で、ココナッツミルクです。ココナッツミルク、はい、エスニックになります。めんつゆとココナッツミルク、はい、合っちゃうんですよ。マジっすか？ここも入れちゃってる。入れちゃってください。ココナッツミルク、で、これだけだと味が濃いすぎるので、お水をやっぱりちょっと足していただきます。あ、でもなんか合いそうな気がする、この香り。はい、いいですか、入れて。はい、これでいきなりもうエスニックな感じになります。エスニック、はい、エスニックな、はい、なので
冷やします。はい、そうすると色がこう綺麗に、はい、ほら綺麗、綺麗な、うわ、あーやばい腹減った。え、食べ物全部の中で豚バラ、そう、肉の中じゃなくて、肉の中だと、はい、鶏肉なんで変わるんだお水を入れて、ね、豚肉の旨味をつゆに移していきましょう。これがうまい。あ、入れちゃってください。はい、入れたらもう火切っちゃいますね。いい感じです。あと45秒ですね。あ、いいな。完成。完成です。完成。この機械欲しいです。これすごいですよね。これね、どうですか。うまい。あ、つゆに豚肉のうまやみが移り込んどるぜ。かなり大丈夫かな。いや、うまい。